To do Kotekitae just by himself. You do it by yourself. Do it in this way. みんな家に持ってます。あ、そうなんですか。あ、じゃあご自宅でいいんだ。これは癖みたいね。はい。何かをしながら、大熱しながらとかね。こういう感じで特別にやるなくして何かをしながら。ちょっと先生、それちょっとよろしいですか。少し使っていいですか。 ちょっとこれやばいかもしれないですね。<笑>ああ、これ我慢できないですよ、あんまり。やめた方がいいと思います。形をまず作らんといか。はあ、形をね。はい。
始めたことじゃない、こう。あ、こういう形ですか。あ、型があるんです。型があるからね。こうやって。つま先上げてね、第一節曲げる。これが上地の特徴、側線という足先ね、側線蹴り。これだって面が小さいから、はい、蹴られたらダメージがあるじゃないですか。はい、ダメージの、はい、大きい方。だからある程度硬くしててもね、側線が先が入るからね。ああ、なるほど。非常に効果がある。空手の肩の中にある手技、はい、足技、これはやっぱりそれなりに当てても崩れないような殺傷力のあるような一つの武器にならないかもしれないです。母子拳とか小拳、あるいは隠し拳とかね、はい、よくここまで、うん、まあ、5体満足じゃないけどね、少しは変形をしたけど不自由はしてないから。